久々にエゴサーチしよう、いいね。なんか、媒体貼って、媒体。エゴサーチする媒体貼って。タヌキはもういいよ。タヌキ見るか、ちょっと。俺の活躍をちょっと見るか。最近ちょっと露出も多かったし。ざわついてんじゃねえの、タヌキあたりが。ちょっとなんかあいつかっこよくねみたいな。一番熱いところは何なの？一番熱いところ、加藤純一で検索するか。ねえじゃねえかよ、おい。ふざけんなよ。クソ見る目ねえや、こいつら。草原よ。小たぬきだったらいけるだろう。加藤純一のスレねえの？俺がスレ立てよう。今日なんかさ、あれしようぜ。くだらねえじゃん。ニコ生のコメントとか、全部ここでコメントしようぜ。ダリーから。俺が立てるわ、今から。どうやって立てんの、これ。あ、できた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 。できた、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 できた。ちょっと待って、待って、待って。タイトル。人生初スレ。ニコ、生、主の、うんこちゃん、って、かっこよくないですか？ねなべするわ、名前。ちほこ。本文。皆さんは、どう思いますか？キヨよりかっこよいですよね。よし。立てた。なんでだよ！ふざけんなよ！どういうこと？ iPhone、iPad の設定画面でクッキーをオンにしてから投稿してね。は？なんだこれ。ダメだ。この辺の URL バンバン踏んでって、あ、来た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 ！雑談タヌキ来た！おい、なんで金バイのスレあって俺のスレねえんだよ、バーカ！殺すぞ、クソタヌキのも。こいつら見る目ゼロじゃねえかよ。ゴミしか見てねえんだな、多分。金バイのスレあって俺のスレねえってマジ終わってるぞ！あ、来た来た来た、あった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 、ほらあった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 、下から見ていこう。3月9日。なんか、女の子がさ、お、純ちゃんと湾内したい。繋がりたいとかじゃなくて湾内でいいわ。欲なら花ちゃん抱っこしたい。これ女か？これネカマ臭がなんか尋常じゃねえんだけど。これ女の核あれかこれ。あ、これ女だろこれ。純ちゃんイケメンじゃねえ。これ女だろこれ。で、女じゃねえとこのちっちゃい矢とか使わねえだろ。ちっちゃい矢とかいとか。使わねえだろ。これ女だな。絶対。絶対的に。なんでこんな書き込み見えたの？繋がれるのらしいぞ。チャンス。なんか、そういう野暮な書き込みいっぱいしといてくれ。あいつ、すげえまたゆりいぞ、みたいなさ。俺もなんかだんだん侵食してきてるな。水を得た魚みたいになってる、こいつらが。なんか俺が触れる前のさ、ピュアな書き込み見たいよ。ピュアな書き込み。あ、これあれだな。俺が見てから、シネブスが。ほら。この1月のなんか後半かなんかに俺が見たんだろう。もうあれだよ。これもう汚れてる。見ていくか。この知ってるやつを見ていくか。これのスレとかあんじゃねえかよ。879。なんで金馬へこれ、じゃがいも王子があった俺がねえんだよ。なんだこの人気のなさは。意味わかんねえよ。見る目がマジでねえ。寝取り、やり捨てセラミカル。化けの皮が剥がれてきたのだ。とんでもねえこと書かれてんな。とんでもねえこと書かれてる。やべえ、さっきのなんか僻地に迷い込んじったよ。これが実況者のスレなのか？うんこもうんこ信者も群れなきゃ何もできない身内乗り集団、怒られてるぞ。タヌキに。え、もう湧いてるでしょ、相手にしなくて。うっせえバーカ、この野郎。てめえ。絶対こいつ煽りまくって、俺の放送見に来させろ。ワイワイ顔出ししてからこんなファンが増えた。かっこいいんだ、顔が。今までもワイワイ過去言われたけど、顔ファンとかいなかったから、ザ・アイドル実況者って感じじゃなかったけど、今はもう完全アイドルだよな。ファンの質が落ちすぎ。おごるな、バカが。な、このおごりは。ファンの質があだこうだ。枠番カフェの帰りにニコラジ見たんだけど、いいね。枠番カフェの帰りにニコラジ見たんだけど、富士のキーホルダーバッグつけてて黒の服着てた子、待機税なんだろうけど、2個、ビジュ見ないで最善取ってるのにずっと携帯いじっていた。マナーとして興味なくても見ろよ。なんかマナーもクソもねえや。マリファナ吸ってていいよ。ニコラジ見ながら。関係ねえよ、んなの。へぇー。初めてキヨレストのイベント行ったんだけど、ブス多いんだな。よかったな、仲間がいて。仲間がいてよかったな。でもこれ好きだな、俺。だからこれ、わらがあるってことはさ、よかったってことだろ。私も、安心したってことでしょ。これ好き。今のが MVP な、これが。なんか、冷たくない。血を感じた。血の通ったスレだったな、今の。レス。喧嘩してんのが面白いんだろうが。起きた、もう起きた。マオのファンほんと気持ち悪いな。リズムと〇〇放送出ただけで何も悪いことしてないのに、ブスってだけでさらすとか心狭すぎ。こいつ俺の放送見に来たら自殺するんだろうな。その諸悪の根源を俺ブスってさらしてるけどな。でもおそらくリズムと〇〇よりマオの方がブスだから、まあそこは喧嘩両成敗ということに。俺が、ニコ生の角田と呼ばれる俺が。ちゃんとその辺は俺、曇りなきマナコで、ジャッジするから。おそらくリズムと〇〇も同じぐらい、マオブスだから、ちょうどいい。〇〇って2年もニコラジ通ってんだね、セラと繋がれるはずだ。知らねえぞ、俺、こんなやつ。誰だ？なんかこのファン同士の足の引っ張り合いみたいなのマジ滑稽じゃない？自分が何としてでも手柄上げていいからさ、他の奴ら蹴落とすみてえな。俺一個言っとくけど、セラさんとは繋がれねえぞ。多分あの人モテるぜ、多分。俺が代弁しとくわ。お前らチャンスねえぞ。ちゃんとつつましく応援した方がいいと思う、俺はな。知らねえけど。意外と低層観念高いと思う。ツイッター勘違いブスをさらすね、見るわ。たまたま迷い込んで間違って見たってことにしてくれ。しかもバンバン見ていくと。このページは参照しません。しょうがねえんだよ。別にブスじゃねえだろ。ブスじゃねえだろ。ブスってもっとブスだろ。全然ブスじゃなくねえか。これブスか。これブスじゃねえよな。これはブスだ、ちゃんとした。これはブス。俺嘘つかねえから、ちゃんと。今のはブス。大ブス。しょうがねえよ。仕方ねえだろ、お前。これなんでこいつ話題になってねえんだよ。おかしいだろ、もっとこいつについて、なんか、レスがつくだろ。見たい、インスタグラム見たい。全然ブスじゃない。全然ブスじゃない。だから俺、女を見たいんだよ。で、なんか、飛び切りのブスとか全然いねえじゃねえかよ。まあ、じゃあ、まあ、なんとも言えねえな。これは別になんかさ、もう、コスプレじゃん。ブスとかブスじゃねえとか、そういう芸人いねえよ。コスプレだよ。元の顔がわかんねえよ。元の顔が。流星ってあいつじゃねえだろうな。高橋流星じゃねえだろうな。やっぱね、まあそうだよな。結局さ、ツイッターにさ、顔出ししてるやつなんてさ、よっぽど勘違いしてるやつがさ、可愛い女しかいねえよな。可愛い女って自分が可愛いってこと気づいてるから。ちゃんと。全然可愛くないよとか言いつつさ、可愛い可愛いでチヤホヤされてんだからある程度。名前の人もそうじゃん。必要最低限の容姿は絶対してるじゃん。嫌われないために控えていたタバコもピアスも結局顔が良ければ彼女にしちゃうんだからもうやめる言われはないしね。濃い化粧もタバコもピアスもあなたが好きじゃないって言うやめたらさ、お前これさ、大黒摩季に歌詞提供しねえかお前。スラムダンクの主題歌歌ってもらおうこいつに。あなたが好きだからと言ったから。こいつ、大黒摩季に歌詞提供できるレベルだぞ。ギリじゃないこれギリ。ブスじゃない。俺の中で、セーフ。徳田原でこらえた。霧島穂高を調べてみてるけど、とんでもない。なんでピンポイントで名前を、お前知ってんの？お前それ友達だろ、霧島穂高。で、最後に霧島穂高で攻めるわ。じゃあ、いや、まあ、ちょっとやばいの、あれが違うでしょ。やばいのジャンルが違わねえか、これ。これ何者なの、この人は。何者この人。霧島穂高。誰なのこれ。誰なのこの人。有名な人？あ、フォロワー1万人もいる。人気者じゃん。俺も押さえておいた方がいいんだったらフォローしてこう、霧島穂高。なんとなく。こいつは押さえておいた方がいい気がするわ。今後。注意しとくわ、こいつに。ライバルとなり得るかもしれねえからな。注目しとく。おそらく生主だろう。穂高は。いつでも監視できるように。第2、第3の。自称中途半端なハゲらしいぞ。中途半端じゃねえや。バッチリハゲてるだろ。人生半分終わってる。あいつは伸びるな。